アブバカルタファワバレワはナイジェリアの政治家。ナイジェリアの初代にして唯一の首相を務めた。もともと教師になるための訓練を受け、北部で数少ない高等教育を受けた指導者としてナイジェリア北部を代表する政治家となった。また、アフリカ統一機構の設立にも力を尽くした国際派政治家だった。一方で国内では北部の利益を追求して、 国内の不和を招き、クーデターによって殺害された。バレワは北部のバウチにて生まれ、高ラ学校で学んだのちかちな大学で学び、教員免許を取得した。彼はバウチに戻り、バウチ中学校の教師となった。1944年、北部の幾人かの教師と共に、ロンドン大学の教育研究所へ送られて1年間留学した。帰国後、 政治に携わるようになり、1946年には北部ナイジェリア議会の議員に選出され、1947年には立法議会に選出された。彼は議員としては北部の利益の強力な代弁者であり、同じ立場の祖古と帝国四次王子であるアフマドベロと共に北部人民会議という政党を決闘した。バレワは1952年に労働大臣として、 入閣し、その後交通大臣を務めた。1957年には彼は東部を基盤とするナイジェリアカメルーン国民会議のガムディアジキウェと連立政権を組み、バレワは首席大臣に就任した。1960年の独立とともにバレワは首相に就任した。しかしナイジェリアの首相として彼はアフリカ大陸のルールの形成に重要な役割を果たした。 彼はフランス語圏アフリカ諸国との協力関係を作り上げ、アフリカ統一機構の形成に重要な役割を果たした。彼はまた1960年から1964年にかけてのコンゴ動乱において、コンゴ政府とモイーズ・チョンベとの仲介に力を尽くした。彼は1960年のシャープビル虐殺に抗議を行い、また南アフリカ連邦解体後もイギリス連邦には残る。 意向を示していた南アフリカ共和国の加盟に反対し、1961年に英連邦から南アフリカを脱退させた。しかし、国内政策では失勢が続いた。北部州、西部州、東部州の3州からなるナイジェリア連邦は内紛が絶えず、バレワも北部州よりの立場を取った。1961年には西部州のヨルバ人を基盤とし、 三大政党中最も弱小で野党の地位にいた行動党が分裂し、西部州は州首相のサミュエル・アキントラ派とオバフェミア・アオーロー派に二分される事態となった。バレワはアキントラと結び軍を使ってアオロー派に弾圧を加えた。さらに独立以前に実施され、北部州優位の原因となった人口調査に不満の声が上がったためバレワは九百六十二年に 調査をやり直させたものの大失敗に終わり、以後も北部州の優位が続くことで、西部、東部の不満は募っていった。さらに、北部州南部、南部に州都の境界線近くにある、ミドルベルト地帯では、テブビトが反乱を起こしたもののこれも弾圧した。これにより、ミドルベルト出身者が4割を占める軍と、バレワ政権とは不安になり、 さらに軍を政治に利用したことで軍の発言権と不満を言いやますこととなった。1964年選挙では、選挙介入と暴力、不正が繰り広げられた結果への PC が勝利し、バレワ政権が続いたものの、内政は混乱の局に達していた。1966年1月15日、イボ人の将校たちがクーデターを起こし、バレワは北部州首相。 アフマドベロや西部首相、サミュエル・アキントラと共に殺害された。このクーデターは翌日地圧され、ジョンソン・アグイー・イロン氏が暫定政権の長となるが、彼もすぐに殺害されて、ナイジェリアはビアフラ戦争へと突入していくことになった。国際政治159号、グローバル化の中のアフリカ諸州。 ナイジェリアにおける軍の中立性と法の支配 P33 と玉木子平成22年2月25日発行日本国際政治学会編有比較。ありがとうございます。